サンエンアドバイザーグリーンのアグリーンチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回はこちら、ニンニクのサビ病対策についてやっていきたいと思います。3月になりまして、ニンニクもですね、随分と大きくなりました。以前の動画でもお伝えしましたが、追肥については11月と2月にもう済んでいますので、やる必要はありませんが、これからですね、4月5月にかけてサビ病が出る可能性がありますので、そちらの対策についてやっていきます。サビ病はですね、カビの一種になります。ニンニクやネギ、玉ねぎなどに出ます。高温多湿でよく出る病気がありますが、サビ病の場合ですね、高温ではなくて低温で、なおかつ多湿の条件で出やすくなります。ですので6月7月よりも4月5月で出やすくなっています。その他ですね、窒素過多で出やすくなったりとか、風通しが悪いと出やすくなったりします。その他、排水性も悪いと出やすくなります。そういったことですね。これから4月5月にかけて、サビ病は出やすいです。ちょうどその時期はですね、ニンニクの肥大期にも入ります。ですので、せっかくですね、冬の間、我慢してこう大きくなってもですね、収穫間際の肥大期になって、サビ病が蔓延しますと、あまり大きくならずに収穫を迎えてしまいます。最悪の場合はですね、枯れて腐ってしまいます。ですので、このサビ病をですね、どう向き合うか、どう対処するかで、ニンニクの収量は変わってきます。一般的にはですね、農薬を使ったりするんですが、私たちはですね、有機農家ということで農薬を使いません。で、今回ご紹介するやり方ですね、いわゆる農薬ではなくて、市販のですね、カキ殻石灰を使った防除の仕方になります。一般農家さんでもですね、石灰防除といって石灰を農薬代わりに病気の対応で使う場合があるんですが、有機農家でもですね、カキ殻石灰を使って病気対策をする場合があります。サビ病もですね、カキ殻石灰を上から散布することで、ある程度ですね、予防効果、そしてですね、蔓延を抑える効果が期待できます。完治するというよりはですね、出にくくする、もしくは広がらないようにするために撒きます。原理としましては、サビ病の元となるカビですね。カビがですね、アルカリ性を嫌います。上から散布することで、アルカリ性になって出にくくなるという原理になります。サビ病はですね、最初の頃は葉っぱにオレンジ色の斑点ができます。その後、進みますと黒い斑点になってきますが、最初はですね、オレンジ色の斑点が目印になります。これがですね、出始めた時には、上からカキ殻石灰を撒くといいと思います。では実際にやっていきたいと思います。有機石灰であるカキ殻石灰を使います。小石灰を使う方もいますが、アルカリ成分が強いので、有機石灰の方がですね、安心して使えるのでおすすめです。有機石灰の場合は株元だけではなくて、上から撒いても大丈夫です。葉っぱに当たっても大丈夫です。では実際にやっていきます。このように上から撒いていただいて大丈夫です。このような感じに巻いていきます。こちらを見ていただきたいんですが、3月下旬から4月にかけて、ニンニクはですね、このように分裂してしまう時があります。この場合はですね、以前もお話ししましたが、切った方がいいです。このように分裂していたら、切るようにしてください。今回、カキ殻石灰を巻きましたが、おすすめの巻き方としては、3月下旬から4月にかけて一度巻きます。これはですね、サビ病が出る前に予防的に巻くものです。その後ですね、4月5月にサビ病は出やすいので、もしですね、葉っぱを確認してオレンジ色の斑点が出始めたら、もう一度巻いてみてください。完全に治すというよりは、それ以上ですね、広がらないようにするために巻きます。今回はサビ病対策として巻きましたが、例えばですね、玉ねぎなんかは、カキ殻石灰を撒くことで、甘みが増して美味しくなります。そしてですね、
収穫後も腐りにくい、そういったことが期待できます。ニンニクでもですね、甘みが増すというか、食味が良くなって、なおかつ、保存が良くなる、腐りにくいということで、そちらに関してもですね、期待できます。ニンニクや玉ねぎなどでぜひ試してみてください。ぜひチャンネル登録お願いします。動画に関するご質問、ご感想はコメント欄よりお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。